の秋ということで、お料理を作りたいと思います。本日スペシャルゲストとして猫料理研究家のリアルにゃんこ先生に来ていただきました。どうぞ。ちょっと待って、頭もうこっちでいいわ。こっちでいいわ。ピュッピュッ、あ、ピュッピュッ。
タバコみたいな。
これがいい、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 野菜がいっぱい入っちゃうな。ビジュアルがね。美味しい、これがいい。先生、なんか若干ザラザラした感じがすごいんですけど、大丈夫です。野菜たちですね。野菜が生きてる。野菜が生きてますね。はい、食べましょう。味が美味しかった。はい。なに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 、美味しいでしょ。これはね、味わったことのない味わい。でも、うん、美味しいでしょ。あの、コーンの、あの、コーンのガツンってきましたね。ガツンってきた後に、最後の飲み込んだ瞬間、玉ねぎがブワーッとくる。この感覚わかります？わかります。ものすごくわかります。わかります？なんか、そのついでになんかボボッとしたのによくわからないです。ボボッとした。何かわかりませんけど。ということが野菜たちですよ。野菜たちって腹立つな。新しい味わいで、うんうん、あのとても、はい、あのここにございますよ。あの後ほどね、うん、じゃあ皆さんでいただきます。秋ということで今回あのリアルにゃんこ先生に、はい、あのパンケーキとコーンスープ作っていただきましたけども、はい、先生今回のお料理点数をつけるとしたら、そうですね、95点。95点。